ボス、あ、本当に来たよ。なんかいや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 、おっそすー。アフターイメージ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、前回はちょっと今まで行けてなかったエリア、まあ前のエリアへね、その辺含めてちょっと探索をしておりました。まあ、結果的にやっぱり三段ジャンプ的なものとか、地面を破壊するやつ、うん。これが私なりの三段ジャンプが必要な場所。地面破壊するのが必要な場所。向こう側からしか開けられへん場所とか、ちょっとマーキングをしつつ、うん。探索をした感じになりました。結果的にまあ、まだまだ行けへんところ、ばっかりやったのよね。なので、やっぱ進むしかないんじゃないかなってことで、一旦、こっちの方まで帰ってきましたよ。なんか溶岩エリアっぽい感じやね。敵が強くはあるんですが、なんとなく進めなくはないんじゃないかなっていうことで、今回はこのエリア、頑張っていきますよ。おや。意外となんか敵が急に出てこなくなったぞ。こういう開けた場所はボスの空気があると思ったら、なんか上からじゃなくて、巨人によって作られたと本に書いてあったわ。本、まあ火の巨人はすごいからな。うん、でもそれは間違いだ。なんや間違いなんですか。あ、いやなんでもない。ん、こんな深い谷落ちたら大変だぞ。ライネちゃんは飛べないし。ああ、バカにしてんのか。言い返せ。ん、あいつの過去の話みたいなのが前チラッとだけなんかあったんやけどね。そこは結局分からずじまいのままになってるから、今はとりあえず行くしかないよね。で、ここもまた三段ジャンプ的なのがおそらく必要。あ、で、ここは下からしか破壊できひんし、回り込んでいく必要あり。プラス、あ、得意のマーキング。三段ジャンプと、下からしか破壊できまうか、これやな。俺なりの。マークって今更やけど、こんだけよね。しかも200分の44って書いてるってことは、意外とマークつけられる数限界あんやな。まあでも200個つけられたら大丈夫でしょう。ん、こいつは下からやったら雑魚。うん、全然。はい。で、よ。あとはなんかコメントをちょいちょいまだいただいておりまして、やっぱ武器のアップグレードとか、その辺ができるっぽいんですよね。あ、強化って書いてるわ。あ、ほんまや。普通になんかいけるわ。お金と、何使うんや、あれ。14個持ってるアイテム。14個。どれ ?14 個持ってるアイテムはどれ？これか。は、装備に宿る記憶を呼び覚ますことができる。これをやった方がいいんかな？そうなるとでもだってさ、今後手に入れた武器の方が大体強いの出てくんのに、ってことよね。これ試しに一回だけ、ポチッと。強化段階があんのか。次はなんか3分の1。2回目の強化は、これか。装備に宿る記憶をさらに呼び覚ますことが。で、これがマックスなんかな。使うの勇気いるけど、もう一段階やったらこれ。うらー。あとはなんか、しかし残念なことに鞘は失われてしまった。完全な姿は二度とお目にかかれないだろう。気になるコメントやけど、そういうのが見つかるわけじゃないのかな。おい。どうよ、覚醒させたぞ、こら。おい。覚醒武器、まあまあ、今んとこは、ちょい強ぐらいです。どの程度覚醒させるか結構、悩みそう。なんか以前のコメントによると、装備に、特殊効果が発動するやつもあるっていうお話？あ、これかな。この武器での攻撃時、累計回数命中すると毒キール放てるっていう、あそこの、グレーになってる、グレーというかブランク的な、黒くなってる文字の部分が覚醒するとか、そういう感じなんかな。ああ、難しい。でもって、使ってみるの勇気いるよね。もし、無駄になったらどうしようみたいな。おや。あ、倒した。あ、倒してない。バカめが。おい、こら。くそ。そういうタイプか。そういうタイプ。くそ。ここに切り出しといて。バカめ、バカめ、バカめ。おい。くそ。あ、エネルギーがねえ。魔法が MP がねえ。無視だバカ。うえー、あら、やっぱ一撃がだいぶ強いぞこのエリア。でもセーブ近いもんね。防具の解放とかした方がいいんかな。でもこっちは強化できひんやもんな。あ、強なるやつ持ってましたわ。防御力やっぱ大事よね。これ武器ダメ。火ダメージ、あ、火ダメージプラス 10% なってるやんけ、これ。バカだな、俺。ってことはなんでもいいよね。なんでもいいから他のにしといた方がいいよね。MP 回復、サブ武器15。もうこれでいいや。敵から受けるダメージ、強ナールのやつ俺つけたんやな。とりあえず取り返しに行きますわ。おい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 。こら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 。バカが。はよ。よし。お前は無視。で、左も行けんのよな、ここな。でも一旦、右行ったら、で、お前はどうせ。あ、逃げんやろ。弱虫め。弱虫野郎。で、こいつや。こいつがなんか、一撃重たかったよね。おい。追って食いたい一風。消えた。倒した。意外と、ただ一撃がでかかっただけか。お前は。いや、半分減ってるわ。あ、2発で。あ、やばい、あいつ。2発で死ぬわ。そんな火力あるやつがやっぱ出てきてんやな、この辺。ってことはやっぱ、痛い。いや、やっぱこいつも一撃が重いのよな。まだ進むべきエリアじゃないのか？この辺。どうなの？どうなの？こいつを年の先から押したら、ほい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 。レベルをもっと上げてかなあかん。ほいほい、戻ってきたー。時間で出てくるんやなこいつな。離れたら出てくるんかと思ったらそうでもない。でこの人嫌い。ほれほれほれ、うつぶつかっただけでそんなダメージ。こっちはいけるな一応。ほいほい、宝バーコねえ、バカめ。おい、爆炎の杖、そしてアイテム変なとこ落ちた。あれは多分取れへん。爆炎の杖、意外と今とそんなに火力変わらんやな。そうなると別に今まで進んでたエリア間違ってない。いったお前かい、見えてなかったわ。回復、そしてこの人強いマジで。もうやだお前、カモフラージュしやがって。上にしか攻撃できひんくせに舐めやがって。人間舐めんな。でここ一旦潰しといてつなげとくと。でこれがいらない。でなんかあっ、なんか切ったよ。あはい、おお、あああはは、でい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 。違うな、ここじゃねえな。ちょっと一撃が一撃重たすぎ問題。ちょうどレベル上がりたてやし、一旦あのエリアはちょっと無視でいいかも。なので左がいけてないから、ほい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 、左行くぞ左。さあこっち、あ見に行く。おペロン、はその場のものだけでこれだけ強力な半魚人を作り出せるとは。これで人間はここから火の領域を落とせないだろう。さすが偉大なるイグニス様だぜ。あれイグニス様だぜ、この喋り方。イフお前に似てへんちょっと。この灼熱の気配は、うん、この前にある心臓から。うん、タイネちゃんこいつは危ないぞ、まずは避けよう。なんか知っとるな。どうしてそんなこと知ってるの。ああ庭園でこの俺様が知らないことはないぜ。はあ、よしもうこれ以上進むなよ。はあ、あいつの炎を防げない限りライネちゃんは痛い目に遭うぞ。本当だぞ、本当に痛いんだから。はい、おボス、はいはい、本当に来たよ。なんかいや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 、痛かった。はあ、あ。だから俺が言ったじゃないか。負けイベント。避けようって。まったく。結局この俺様がライネちゃんを守らないとな。なんや。ん？なんか知っとるっぽいけど。なんやろう。てかボスのマークつけとこう。これボスのマークになるかどうか俺自身覚えてられるか分からんけど。結構進めねえなそうなると。ほいほい、ほら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 、あ違う危ない。ほらほらほらで、こもまた三段ジャンプがいるやつか。いけへんとこ多いな。単純に東のエリアに進んでかなあかんかな。ほいほいほい。この上はこの上もや。マジで三段ジャンプか壁登りか分からんけどいるよね。まだでもこの溶岩エリアめっちゃ広いな。行けるとこ行ったろう。今回はこのエリア探索なんだ。入って。薬か。ってことは次はあっちだね。行く。お前邪魔。スン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 。勝て。勝てよお前ら。はいはいはい。楽しい。よし。で。さっさっさっす。こっちのエリアもなんか前来たよな俺。おい、こっちのエリアなんでやめたんだっけな俺。敵強すぎ問題やったっけ。強っていうか狭いです。おい、やめえ。お前はバカ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 。はいよ、死ね。ほら、お前はあんまり黒てへんのかこれ。うん。あ、もう見えてなかったくも。お前気づかへんわ。うまくカモフラージュしてるわ。この辺なんかないか。気のせい。よし。右も左も両方行ってないぞ。お前は別に。こいつはでいけるね。すっざまも。あー、やめて。あぶねー。耐えた。まったく嫌いだ。はよ死ね。お前も。よし。で、ボスじゃないよね。なんかやたらと。ああ、またお前見えてなかったわ。危な。うまく隠れるな君。ダーン。いや、ダーン今回よく使う。ボス以外であんまりアイテムの回復って使いたくないんだけどな。こら。いやー当たるー。こらー。やべ。回復くれ。またここ下行けないやつやから。これ。お、上位生命の薬とかが出てくるようになったね。もう普通の回復では無理だと、そういう感じやね。上位、いやーでも少ないな数が。そう思うと結構ペローン。違う、普通に使う。とかなあかんな、いろいろな。アフターイメージポイントが上がってるって書いてるけど、なんもないよな、別にな。真実のやつと、自動取得と、ん？謎の金貨。攻撃が会心ではなかったわ。あったな。意外とこれいいんかもな。足早ナールをちょっと、あ、セーブポイントでやるんでしたね。セーブポイント戻りたいですね。近くにないですか？あ、行く。死にそうやけど行く。お前は勝てる。はい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 。早く。危な、また見えにくいところをポン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 。なんか白いな、こっちの方で。あっちは強そうなやつか。これで前多分引き返したやんな。はは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 。これ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 。あんまだ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 。で、金。うん。はいはい。はいはい。危ない。あんなんで接触ダメージはいりません。上がってきたよ。つながるだけかな。ほいほいほい。うん。はは。おや。なんかカラスがちらっと出てきた気がしたけど。うい、やめてい、やめてい。こいつも横にいると結構嫌な攻撃してくるよね。さよなら。うん。ああ、お前はちゃんと下からやれば安心なやつや。はいはい、よし。これはどうやろう。上とつながるだけかな。ふる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 。せいせい言うとります。あ、つながりました。セーブポイントはこっちにはなかったからな。あ、追放の町の方弱。だいぶ変わるよな、追放の町から。そう思うと一気に薬。これバカ。ひっよれ。よし、じゃああっち。おっ、あ、忍者の探してるやつやな。こんなところで他の冒険者に出会えるなんて。え、ああ、君たちか。お前のなんか喋り嫌やわ。谷での冒険は危険だぞ。ああ、火の巨人の領域への入り口があるらしくて、この辺りの怪物はとても凶暴なんだ。いや、強いよ。準備なしで臨むのはおすすめしない。いや、準備これ以上できひん。火の巨人の領地だからな。うん、一般人が勝手に入れるわけないぞ。うん、たどり着くのが困難な場所であるほど忍者の遺品が見つかる可能性は高くなる。はい、準備が整ったら俺は絶対入るぜ。整ってへんのかい、お前も。おい、無茶するなよ。出られなくなるぞ。うん。わっ、はあ、ブランダの言う通りだ。はあ、まず手がかりの場所に行ってみようか。どこどこ。あ火の巨人と聞いただけで逃げ出すとは賢いやつらだぜ。うん、違う違う。イフ、火の巨人ってそんなに強いの？ボスなんかな。庭園一の強さだからな。あ、そうな。それが実はお前とかちゃうやろな。お前の化身が実はその火の巨人でみたいな。うん。あ、火の領域って書いてる。ここに入るには、あのさっきのわけわからんボス。ってことは相当な準備が多分いるんじゃない？ワンパンやったもんな。何かしらの能力がいりそうな感じでした。とりあえず、セーブをください。はい。はいはいはい。よし。プン。プン。プンプンプン。プンプンプン。プン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 。よし。うい。金貨か。ここも3段ばっかやんけ、もうマジで。3段。ってことはここもまだ行けへんやん。頑張ってきたのに。で、下崩さなあかん。ってことはこのエリアの探索、今の時点での探索また俺終わってもうたな。ってことは、ああ。またしてもいけへんから、ここは植物いっぱいエリアやったよね。迷宮の、迷霧の、迷霧の海か。東の方をとりあえず探索してこいよっていうお話やから、今行ける東のエリア、行くしかない。ここも敵強かったんやんな。でもここ行くしかないな。もう一回、飛ぼう。久しぶり。はい。で、メッシュはまだ作れへんかな、あれ。素材、いろいろ探検してきて、いるんですけど。はい。硬い。の霊肉は見つかった。このもも肉でしょうか。もも肉見つけてきました。もう素敵。これは持ってんのよな。やけど、あ、作れる。やったぜ。初回料理効果、敵を倒す HP は回復。オッケー。これでじゃあこいつのミッション的なのはもう終わりやな。うん、こっちはなんかまだいっぱいあるけどさ。お前は美酒がつきものよ。はい。他にも何か食べたいです。だけどもう初回効果は全部いけてるから、もうお前用なしやで。いいのかい。用なしやでお前。よし。じゃあこれで。どこで手に入れたかわからんけど、なんか素材は揃ってたから OK だ。あとはお前どうやって倒したっけどんな攻撃してきてるタイプやったっけお前。あ、でもやっぱこいつらは全然さっきのやつらに比べたら弱いよね。あのアイテムを取ろうとしてこの辺敵強ってなったんやったっけ。お前か、お前や。いたわ、お前。はい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 。で、針。嫌なとこにいる。はい。ああ、ここもまた、上のジャンプがいるね。そんなんばっかやな、もう。そのスキル早くれ。それ取れるようになったらマジで一気にいけるとこ増えるぞ。上と下両方いけますけど、これはあ、壊せねえやつやな。上から下破壊するやつやな。うん、ほいでいでいでいデイ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 。久しぶりに生命の普通の薬が欲しいな。ああもうほらはい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 、よしよし。あっちにつながる感じっぽいけど、おっこいつが厄介なんやな。痛い。この人は確か結構強かった記憶やけど、あ、そんなことないな。あの溶岩地帯で慣れたせいで敵が溶岩じるわ。ここ、おい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 、もうその爆発やめて。いやでもいける、全然こっちの方が。うん、オッケー。探索幸せ、ここ。あ、ほい、背の銀貨じゃなかった。あ、でも気づくもの HP 結構増えてきた。いいよ。で、うん、血はなし。はっ、うん、あ、これで、いや、繋がったわけじゃないのか。ひっ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 、し、危な、忘れた。あ、戻れねえ形式ですか。やだな。あ、つーん。ふん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 。ここまだ来てないけど、ん？あれ？なんで来てなかった？俺ここ。あれ？普通に繋がるな。ただ来てな、普通に来てなかっただけか。だからバーコ。アイテム。アイテム。じゃあ普通にここはつながったね。そんな別に変わったエリアではないよな。ん、何か何かある？何もない。戻ってきてしまって、こっちからは回れへんのよな。回れへんマークってことで一応つけとかなあかんな。右側から行かなあかんってことやね。めんどくせえし飛ぶファーストトラベル便利。ほんのちょっとの時間でも短縮ができるね。薬はでも有限だから、多分無限かな。無限やといいんやけど、安息の薬はお店で買えるんやったっけな。そこまで確かめてなかったな。はいはいはい、ほら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 、危ない。うん、右側にも行けるんやけど、さっき多分宝箱取れたやろ。あれ、あっちじゃない。あぶね。あ、うっつ、お前さっきおった。いや、痛い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 。あれ、あなたさっきいました？ちょっとあれ、ここ来てるよね俺。あれ、あいつさっきいた記憶がない俺。ベーベーべべべべべ。あ、ふんを落とすな君は。何にあった？まだ生きとんのかい。やだわやだわやだわ。で、あの宝箱を取れへんな。取れへんわ。1回しか上ジャンできひんから取れない。こう、1個でいいか。ちょっと、ピンポイントで置きたい。ピンポイント。違うマーク。ピンポイントじゃないけどいいでしょう。そして、下に降りていくと。ああ。ほら、来なさいな。こっち来なさいな。危ないな。来すぎ。あ、ちょっと。許さん。危ない。真正面に立つとちょっと強いな、やっぱあいつ。で、広いよー。よく作り込んでるよー。無理。あいつ、あ、来てくれた。優しい。もうちょっと来て。危ない。ふい。よし。あらららら。はい。もう一。まだ。OK。よし。うん。で、左が多分前のエリアとつながるっぽいけど、なんか来れなかった理由はあいつがおっただけか。ここを一旦じゃあ俺敵がおるから被害したいな。えいほい。よ。何？向こうからだと。向こうからマークはどれにしてたっけ俺。こんなんやったっけ？よし。ってことは、右側に行くしかないな。まだでも、進める場所が、探索できる場所があるってのはいいぞ。もう狭いところでこっから先こっちは来てた。こっちあれ行けへん。マジあれここも行けへんわ、まだ。あら？この辺？こっち雪っぽいエリアやったよね、確か。この下。あら？ことごとく、俺が探索してる場所、行けへんようにされてるな。やってくれたな。はあ。うっす。どけ。そうなると、また別のエリア行かなあかん？今行けるエリアはここか。あとは前なんか、イフが過去の話をしだしたジャングルみたいなところ、なかったっけ？なんか、あれ？ジャングルみたいな場所は地図に出てへんやったっけ？なんか前出てたような気したけど。場所忘れた。やし。あ、これか、これや。このジャングルで確か、ここもでも結局敵強かったよな。よし、一旦、まだこっちの雪のエリア、敵が強いんじゃねえ的な感じで諦めたから、こっちを進もう。まあ、行けるのはこっちやぞ。うん。頑張りま。まだまだ。頑張りま。こっち当てる。当てるね。はいはいはい。シェイ。シェイ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 。サッサッ。あはあは。サッ。全然違うとこ来てる。おい、道間違っとんかな。なんか見たことあるな思ったわ。はっ、こっち。いひいのの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 こっちじゃないの。めっちゃ迷ってるの。はい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 。ここを下に行って、左行ってないあそこ。あ、こんな感じのとこか。ん？この辺。あ、はいはいはい。ちゃんと見つけるもの。カムイ。強い？装備の103。全然強いやんけこっちの方が。どうしよう。でもせっかく解放し始めたのにさ、四玉じゃないわ、源桜。単純に火力と。でもやっぱすまんな、範囲攻撃はやっぱいるわ俺的には。どれでしたっけ、これか。で天部のこれ何や、太刀か。太刀ってどれだっけ、これか。太刀レベルも上げていきつつ、波動拳コマンドで武器出る。刹那、前に踏み出し太刀で広範囲に一撃。他の太刀スキルを繰り出すと刹那効果が追加。わからんけど覚えとけ。よしよしよし。こっちはつながってるから刹那。コマンドマジで覚えられへん。上攻撃と波動拳だけか。だいたいその感じか。あとは前方攻撃よね。うっす、見えてなかった、忘れたお前の存在。しゃい、ほら当たらへんわ。当てにくい。慣れない慣れない。うんうんうん。はい大丈夫。そしてあ、水で俺ここ来てなかったのね。書いとけ書いとけ。ここは水ちゃんとマーキングするのがもう癖になるようにしとかんとちょっと溺れていかはった。でここも水、ここも水だよ。うんでセーブポイント当たらん普通に。こっちこっちのエリア行くか。溶岩じゃなく普通に雪のエリアやけど、敵は強いけど行くしかねえんだな。ここが無理やったらジャングルエリアっていう感じよね。頑張ります。お前はそれそれそれにトゥル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 やっぱ違う気がすんやけどな。当てるその強さ。ちょっとズーン2人いんのか。なんやそれ2回こう来てない。なんかこれ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 ピン、うん、降りてくるのはなし。ほらほら703。はい、違う。はい、ここじゃない。経験値高すぎる。ってことは、うん。溶岩のとこよりも下手したら強いぞ、ここ。違う、違う。そうじゃない。そうじゃない。予想外ですね。まだまだ。いけねえとこいっぱい。この辺もなんかの理由でいけへんかったやんな、俺。ささやきの森、ここ俺なんで進んでないの自分で全然、マークせなあかんな、やっぱな。すぐ忘れるな、マップ広いし。一旦じゃあ、ささやきの森、戻るんやったっけそんなとこ。そこ戻りつつ、そこ無理やったらマジで、ジャングルエリアやな。っていう感じにしましょうか。はあ。やべえな、もう。あれ？あれ？ここにお前おらんかったよね。あら？またあったわね。あ。この前のローストミートは美味しかった？うん、うん、肉だけじゃちょっと足りなかったわね。食べなせたわ。お酒も必要ね。お、またうまいもん食べれるのか？うん。おい、どんな材料がいる？俺様にかかればちょちょいなちょいだぜ。お前じゃなくて集めてんの俺やけどな。あらまあ、小さいのに食いしん坊なのね。今度は無根の水と絶望の粒が必要よ。絶望の粒。私に届けてくれたら。美味しいお酒を飲ませてあげる。どんなネーミングやるもん。俺知ってるぜ。ん？絶望の粒ってすごく危険だろ。そうなの？あんなの食べられるのか？確かに名前からしてもそんな感じ。とっておきの調理法があるの。味は保証するわ。すごいね。よし、信じるぜ。ああ。さあライネちゃん、食材を探そうぜ。持ってたりせえへん？絶望の粒は見つかった？それとも他の料理を食べたい？持ってないな、まだ。何か食べたいです。持ってる。前食った MP 消費マイナス1の効果ルビーキス、それがまだってことでね。ちょっとあれ食うの忘れそうやから食っとこ。どれやったっけ、これか。んじゃあ食う。オッケー。こんな感じで、お前も食うでいいかな、とりあえず。よし。じゃあ、うん、セーブもできたんで、今回はなんかまた溶岩エリア頑張っていったけど、明らかに敵強い。頑張ればこっちのボスはいけんくないんかな、そんな気もしたけど、まあまだ探索できるエリアがちょっぴりまだあるんで、次回はささやきの森エリア。ここがもし行けなかったら、前のイフの回想シーンがあったジャングルエリアあたりを行ってみようと思います。それではまた。よろしくどうぞ。